こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。今回の動画では僕が持っているファッション小物をご紹介してみたいと思っています。僕はですね、このファッション小物というジャンルがとても好きなんですね。まあ正直こういったものってあってもなくてもいいじゃないですか。なくてもですね、着こなしは完成するんですけども、こういったものが加わることで着こなしのアクセントになったり、自分の中の気分が上がったりするので、結構ですね、僕はこのファッション小物、気に入ったものをちょこちょことですね買い集めたりしています。まあ今回の動画では僕が日常的に使っていてすごく気に入ってるものを持ってきたので、まあ早速ですねご紹介してみたいと思っています。はい、まず一つ目なんですが、これは時計ですね。僕は時計今のところ2個しか持ってないんですね。大きく分けるとオンで使う時計とオフで使う時計、この2つをですね一応所有しています。オンで活用しているのはこちらの時計ですね。画像も出しておきますが、こちらのものをだいたい 4、5年ぐらい使っています。そして僕がオフで使っているのがこちらの時計なんですね。この位置からだとなかなか分かりづらいかなと思うので、こちらに写真を出したいなと思うんですが、こちらはセイコーというブランドのプロスペックスというモデルになります。まあセイコーといったらもう皆さんもご存知のかなり有名な時計のブランドかなと思うんですが、こちらは1975年に発売されたダイバーズウォッチプロスペックスというシリーズがあるんですが、そちらをベースにしながらタウンユース向けに作った時計なんですね。まあ元ビームスのですね梶原さんという方が監修されているんですけども、機能的には優れているんですが、あくまで街で使うようにですねデザインをされています。このプロスペックスの面白いところは、様々なセレクトショップがコラボレーションしてるんですね。ですので各社ごとに異なるようなプロスペックスがあるのがすごく面白いなと思っています。このような流れは短パンでいうグラミチと同じですね。グラミチもいろんなセレクトショップとコラボレーションをしていて、全然雰囲気の違うものを作っているんですが、この時計もまたそういった雰囲気で各社ごとに違うのがすごく面白いなと思っています。僕が買ったのはですね、セレクトショップのエストネーションとのコラボレーションモデルになります。まあ、特徴はですねカラーリングですね。オールブラックになっていて一切の無駄がないんですね。ちょっとモードっぽい雰囲気になっているのが僕は個人的にとても気に入りました。ダイバーズウォッチだと結構ですね 2、3 色ぐらい使って構成されているものが多いんですが、こちらはまあとことんシンプルにブラック1色ですね。まあ、ところどころですねこういった白い部分もありますが、ほぼモノトーンの仕上がりになっているのがすごく気に入っているポイントなのかなと思っています。仕事で使っている時計というのは機械式なので何日か使わないと止まってしまうんですよね。ですがこちらはソーラー式で充電できるので、買ってからこちらも 4、5年経ちますが、全くメンテナンスせずにですね時計も狂わないので非常に重宝してますね。結構日常的にハードに使ってるんですが、水にも強いですし、傷なんかもですねほとんど見られないので、まあ普段使いにはですねめちゃくちゃ便利な時計かなと思っています。特に夏場は腕が露出することが多いので、この腕元にですね何かアクセサリーがついているかどうかで全然見栄えが変わってくるかなと思います。ですので僕は時計というのを結構アクセサリー感覚で使っているかなと思っています。価格はだいたい 4、5万円ぐらいで決して安くはないんですが、いわゆる高級時計と言われるものに比べれば割と手が届きやすいかなと思っています。皆さんもですね1本カジュアル用の時計を持つのであれば、セイコーのプロスペックスは検討してもいいのかなと思っています。はい、続いて2点目なんですが、僕がオフで使っているお財布をご紹介したいなと思っています。こちらですね、ブリーフィングというブランドのですね小銭入れになりますね。こちらとの付き合いも結構長くてもう3年ぐらい使っているんですが、小ぶりですごく使い勝手がいいですね。こちらのブランドは結構作りがタフになっていまして、バリスティックナイロンというものを使っているんですね。かなり堅牢な素材になってますので、ハードに使ってもですね全然へたれないのがすごくいいなと思う点ですね。デザインはとてもシンプルなんですね。ブラックを基調にしていて、赤いステッチがついているのがこのブリーフィングの特徴なのかなと思っています。結構ですねファッション好きの方の中にもですねブリーフィングを好んで持っている人は多いので、割と通受けしやすいですねブランドなのかなと思っています。主にですねこのブランドはバッグを強みとしているんですが、僕はバッグよりもですねこういった小銭入れですとか、あと僕がよく使っているのはこういった小型のバッグですね。僕はバックインバッグとしてバッグの内側にこちらを忍ばせています。よく使う充電器だとか筆記用具だとかハンカチだとか、そういったものはこの中に収納されていますね。なんとなくデザインが武骨で男らしい、それがですねブリーフィングの最大の特徴かなと思っています。まあ、最近はますますですねキャッシュレスが進んでいて、これ一つあればですね結構休日は十分回せてしまうかなと思っています。中には小銭だとかお札が 1、2枚入っていたりですとか、僕がよく行くスーパー銭湯の会員券などが入っていたりします。結構ですねこのようなミニ財布があると日常使いとしてはすごく便利なので、皆さんにもですねぜひおすすめしたいなと思っています。
はい、続いて3点目なんですが、結構ですね、大山さんってどんなベルトを使ってますかって聞かれることが多いんですね。そうするとですね、結構困ってしまうんですね。なぜなら最近僕はあんまりベルトを使わないからです。まあこれまではですね、ボトムスにベルトというのは定番だったんですが、まあ最近はですね、結構ベルトを使わないという方も多くなってきたんですね。スーツですとかジャケパンスタイルにおいても、わざとベルトなしで着こなしを楽しんでる方も結構増えているんですね。僕自身もそうで、元々がですね、やっぱり面倒くさがり屋なので、ベルトがない方がですね、やっぱり楽だなと思って、最近はベルトをしないことが多いんですね。とは言ってもベルトを使う機会がゼロというわけではなくて、ビジネスカジュアルの場面でも使いますし、カジュアルの時にもあえてですね、ベルトをアクセントにするような着こなしをすることもあります。まあ、そんな時にですね、僕がよく使っているベルトが、これからご紹介するこちらのベルトなんですね。はい、見えますかね。僕がですね、愛用しているのは J&M デビッドソンというブランドのベルトになります。もう多分6、7年ぐらいですか、使っているものになります。まあ、このようなメッシュベルトというのはですね、様々な着こなしに使いやすいので、ジャケパンスタイルでも活用してますし、ジーンズですとかスラックス、ブラックジーンズなんかにも合うので、1本あるとですね、様々な着こなしに使いやすいかなと思っています。まあ、最近はほとんどベルトを使わないということもあって、僕はこれ1本だけで回していますね。で、僕はこの J&M のベルトというのは前から憧れていまして、いつかは買ってみたいなとずっと思ってたんですね。というのもなかなか高価なんですよね。僕が買った時にはですね、3万円台後半だったと思います。ベルトでそれぐらいの価格ってなかなかないかなと思っています。僕も今までスタイリングで様々なベルトをご紹介してきましたが、その中でも一番高価で、なおかつデザインの細かなバランスで言うと、これを超えるものはないなというふうに思っています。まあ、特徴的なのはこのバックルですね。少しですね、この横のラインがくびれてるのが分かりますかね。この柔らかい曲線が僕はすごく気に入っている点ですね。あとはベルトの先端にもこのような金具がついていて、着こなしのちょっとしたアクセントになるのがすごく気に入っている点なのかなと思っています。革の質もいいですし、作りもすごくしっかりしているので、6年ぐらい経ってもですね、全然へたれないのがこの J&M のベルトなのかなと思っています。こういうなくても成立するような小物というのは、僕はあえて背伸びをしていいものを買うようにしています。そしてなるべく長く使うことで愛着を深めるようにしていますね。今はですね、なかなかベルトをしないのが僕の中でのマイブームになってしまっているんですが、またこれからベルトを楽しむような時期も必ず出てくるかなと思いますので、その時を期待しながらですね、これからも大切に使っていきたいなと思っています。はい、続いて4点目なんですが、これまたですね、これまであまりご紹介してこなかったようなアイテムなんですね。これなんだかわかりますかね。すごく鮮やかなスカーフになるんですね。僕はですね、こういったスカーフが結構好きで、これまでですね、10枚以上買ってきたかなと思っています。まあ、このようなアイテムというのは男性が使うイメージってないんじゃないかなと思っています。まあ、女性がスカーフを使っているのを見たことがあるかもしれないですが、僕はですね、これを着こなしのアクセントとして仕事の時にですね、時々使うようにしています。まあ、どのように使うかと言いますと、まあ、こちらに画像を出しておきたいなと思うんですが、これをコンパクトに折りまして首元に刺すようにしてるんですね。ちょっと折ってみたいと思います。はい、こんな感じで首元に刺してあげると、着こなしのちょっとしたアクセントになるんですね。ちょっとですね、僕折り方が下手くそだったので、鮮やかな部分が今は出ていないですが、首元に少しアクセント要素を取り入れるには、こういったスカーフがあると結構ですね、着こなしが楽しくなるかなと思っています。このようなスカーフが1枚あると、写真のようにですね、ちょっと着こなしにアクセントをつけることができるんですね。特に無地の T シャツですとかニットの時にはどうしてもですね、地味になりすぎてしまうので、首元にちょっとした色を差し込んであげるだけでもですね、だいぶ見え方の雰囲気は変わるかなと思っています。なかなか一般的には手が出しづらいかなと思うんですが、ちょっと今日はおしゃれを楽しみたいなという時ですとか、レストランに食事に行く時なんかには、このようなスカーフを活用してみるのも一つのアイデアとしてはいいのかなと思っています。はい、そして最後5点目なんですが、こちら最近使っているアイテムなんですね。キエルトという商品で、いわゆるスーツですとか医療品向けのですね、消臭剤になっていますね。まあ市販でですね、割と有名な消臭剤っていくつか売ってるかなと思うんですね。ああいったものも決して悪くはないんですが、やっぱりちょっと独特の匂いがするので、好き嫌いがあるかなと思うんですね。僕はあんまり得意じゃないんですね。ですがこちらのキエルトに関しては無香料で一切匂いがないんですね。それがすごく気に入っている点で、最近はこちらをめちゃくちゃ使っています。特にですね、居酒屋さんとかに行った時に服にですね、タバコの匂いってつくじゃないですか。僕はタバコ吸わないので結構気になるんですよね。その匂いを結構このキエルトはバッチリ取ってくるので、そういう点でもですね、すごく重宝するなと思っています。タバコの匂いだとか汗の匂いだとか、そういったものを限りなく取ってくれるのと、いわゆる雑菌みたいなものも防いでくれるので、
これ1本あると結構いろんなものに使いやすいかなと思っています。このような衣類用の消臭剤はいろんなものを使ってきたんですが、まあ匂いがない方がなんだかんだ使いやすいなというのが最近の僕の中の結論です。特にスーツですとかコートのような高価なものに関しては丁寧に取り扱った方がいいかなと思いますので、このような専用のものも持ってみるのもいいのかなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕が愛用している5つの雑貨をご紹介させていただきました。どのアイテムも正直なくてもですね着こなしは成立するんですが、こういうものがあることで日々の着こなしがすごく気分が上がるのかなと思っています。皆さんの今後の小物選びの参考になったら嬉しいなと思っています。今日ご紹介したアイテムは下の説明欄にですねリンクを貼っておきますので、よかったらそちらもチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。